とやっていいよあれ。なんだっけ、本当に頼むバル、本当にやらしてくれ。しゃあなしな。そうだよ、じゃないとさっきの配信前に言ってたこと全部暴露する。あ、こっちも言うぞ、ごめん。どちらかというと不利なのは、ね、不利なのはお前らの方だぞ。いいのか、ごめん。いい、そうだよな。待って、ラーやめて、ラー。一巻き添えすぎない。何も言ってない、言ってた、見守ってたのに今。言ってた、言ってたかもしんないけど、今うち見守ってたからね。喧嘩してるなと思ったら急にこっちにまで来るやん。ごめんごめんごめん。いやでも、チームメイトじゃん、そこは。そうだよ。その場合は知らないよ。いや、でも、いやっていうのやめて。いや、そこはだって知らない。関係ない。チームやん。チームメンバーの。いや、仲間は、仲間のことはかばわなきゃ。いや、チームメンバーのことは背負いません。これ死んだ。いや、あ。でも、敵も。あー、惜しい。いやいやいや、全然全然全然。今のは別に誰の責任でもないし。そうだよね、うん、それは本当そう、うん、そんなことない。これであだこうだ言われてもね。いや本当にな、それはそう。カスタムであんな場面いくらでもあるぞ。そうだよね、ちょっとや、そうだよ、ちょっとヤンキーで無理やり取りに行かなきゃいけないって時だってあんだから。いや待って、誰に対して言っとる、それはリスナー。頭買ってよな。買ってよ。もっと柔らかくしてみろよ。本当だよ。いろんな視点から見てみないと。うん。リスナーは。本当ね。犯人探しが始まっちゃってんだもん、もうこれ。あれみたいな。あ、みたいな。椅子に座って見てるだけでなんとでも言えますからね。なんとでも言えますからね。本当にそう。ね。それはそう。やってください。プレイお願いします。落ち着いてください。一旦落ち着いてください。え、そんなに言うかな。何も言ってないですな、マヤマさん。ごめんとか言って。お前らが一番偉い。彼女とかできても優しいタイプ、ね、確かに本当に優しいんだろう。羨ましい。受けたから OK。 ひなのちゃんは何やるの、バル？うん、多分。じゃあまあひなのちゃんはバル慣れてるからいっか。いいよ、譲ってもらいな。譲ってもらいなさい、あんたは。ひなのちゃんはバル慣れてるからいっか。いいよね、ひなのちゃん。いや無理。いやいやいや、いや本当無理。うちの子今バル伸びしろなんです、うん、と可能性だから今、うん、可能性の獣だから。いや無理っす。大丈夫でしょ。いや無理っす。大丈夫よね、ひなのちゃん。いや無理っす、まあ、絶対オーダーはしないよ。なんで？なんで？いるんだな。だってチーム違うし、バルじゃないし。あ、でもこの間はしてたよ。だってバルだったもん、その時は。いいの？それで。いいよ。それで、でもひなのちゃんがオーダーでしょ？うん。じゃあ交代交代でやる？いいよ。私はもう頭の中でオーダーしながら。やるから大丈夫。なんかね、一ノ瀬さん。だってこの間、ね、うん、エマタソと3人でやった時はボコボコにオーダーしてましたよ。なんでそういう態度なんですか？うちらの時はダメって、なんかどういうことなんすか？ケチくさ。ケチくさくない？さすがに。なんか。お願いしてる身だからさ、下から出てたけどさ、うん、言わしてもらうけどケチくさいよ。心狭。エマタスにワットさんまで教えてたよな。なあ。ごめん、そうっすよね。一ノ瀬ウルハには無理って言うのかよ。ねえ、そんなこと言ってないっすよ。ひなのちゃんはバル決定してんの？いや、まだわかんないっすけど。でもこちらもわかんないから、まだわかんないから、だからやっぱりじゃあ回そう、うん、お互いにと交代交代だよ、交代交代。そうっすね。でもメットはオーダーじゃないもんからオーダーいないと困る。オーダーはやってよってことだよね。オーダーはいないと困る。マルは交代交代にやって、じゃあオーダーはひなのちゃんがやろうって。じゃあ応援する。応援する。
二人の仲裁役やるわ。じゃあうちが。ちなみにひなのちゃんワットソンめっちゃうまいよ。のすさん知ってる。教えてもらわなくていいの、ね、それをね言おうと思って最初昨日ねちょっとしたよね、うん、そうなのに LINE した、うん、いや本当に教えない。もうまあいいよ別に教えなくても。それはねえなんでよ今なんかまとまりそうだった。別にそんな下から出たくないし自分で言うのもしてたくない。お前が今私は違うみたいな空気出したから。別にそこまでして自分捨てたくないわ。別にそっちがその気なら別にこっちだっていいし自分勝手フェンス立つし。待ってなんでこんなお前らとじゃなくてよかったチームなんかムカつくわ普通に。別にいいしなんで今メトまで巻き込まれたの。メトは結果的に交代交代にしようって。でもオーダーじゃないしオーダーできないからお願いできるって言ってたのにさ、なんでメトは巻き込まれたよ。知らねえよそんなの。分かった、じゃあ一旦仲良くしよう。そうね、うん、大人だしね、うちらも今の流れを見て騒いでるだけのガキじゃない。誰も大人だと思わないよ1ミリも。マジで、うん、仲良くしよう、うん、今本当に、うん、恋しいイブラヒムがじゃあイブラヒム呼べよ。その言い方は良くないよ。じゃあさあイブラヒム呼べよ。じゃあ違う違う違う、もういいよ私は。じゃあじゃあ、ね、じゃあ聞いて、ひなのちゃんがいないと一ノ瀬はこうはならないんだって。え、ちょっと待って待って、イブラヒムさんがいたら一ノ瀬こうはなんないのよ。それはそうだけど、それは確かにそれはそうだけど。それはそうだよ、だってうちイブラヒムさんと昨日初めて喋ったから、最初からそんな高圧的なやつヤバい人だと思われるやん。だからおとなしいの、一ノ瀬おとなしい。なるほどね、メトもほんでおとなしいの、うん、ひなのちゃんだからこんなに大放出できるわけよ。逆を考えればいいことでもあるんだけど、そういいことでもあるんだけどね。で、あれをクイズ形式にして正解できんの。え、できるできる。めどダバイみたいなやつでしょ。ダバイみたいなやついけるか。いけるいける。あれじゃない、逃がさないよじゃない。逃がさないよはさ、それさ、もう4年ぐらい前に生まれてんだよそれ。口癖とかじゃない、その1回のみ。ちなみにもしかしてそれ知ってたけど今まで触れないでくれてたの。うん、ウェットも触れなかったよ。今初めてなんか触れないんだったら最後まで触れんだよ。いやでもメトは触れてないから、メトはずっと触れてこなかった。触れてなかったけど、なんかもう今ピキピキきた。あれなんだ、ピキっちゃったのかな。うん、ピキってる今。初いじりが配信なんだこいつらと思って今。いや今でこいつらやめて、らやめて、メトは一言も言ってないから。メトは、ね、しまっておいてくれたんだよね。そうだよそうだよ。